me. ゴレギリッツアバチューのソラチーとズルですレイよろしくお願いします。新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。2022年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、アバンティーズです、はい、というわけでまあ、どっから話そうかな。まあ、担当直入に言うにここでちょっと僕たちから重大発表がございます。妊娠した？妊娠しないでしょ。俺は我々アバンティーズ25歳に戻ります。やだ、はい、拍手でもないな拍手でもないな。まあ、ちょっとね、うん、最近アバンティーズ見てないなって方は、はい、始めたのかすらね、うん、分からない方もいるんじゃないかって思うんですけれども、いや25歳に戻りますって言って、はい、いや何言ってんのって、ね、25歳でしょ、うん、って思う方いると思うんですけれども、うん、まあ、2人体制になって、うん、まあ、ちょっとチャレンジとしてね、うん、10月から、うん、ちょっとアバチューとしてね、中学生という設定でちょっと動画を撮ってきたんですけれども、はい、まあ、そのコンセプトをね、コンセプトこう作って部屋をね、こうみたいな感じにしてやってきたんですけれども、まあ、ちょっと一回それをやめたいと思います。はい、すいません、はい、変わるところで言ったら、うん、だから中学生っていう設定がなくなるだけ、はいはい、うん、だからこの制服も企画によっては着るし、うん、場面によってはこういうね制服着たりとかもあるんですけど、うんうん、一旦、まあ、基本的そうだよ、ね、基本的に、うん、まあ本当に以前のねアバンティーズというかマルチな形のアバンティーズに、うん、戻りたいなと思っております。まあ、今後アバンティーズがどうやっていくかみたいなのもね、はい、話せたらなと思って撮っております。はい、まあ、ぶっちゃけ2022年になって言うのもあれですけど、去年はどうでした、まあ、どんな年でした？2021年の振り返りね。2021年の振り返り一言言うと、うん、後役がついてる2021年だったなって思いますね、うん、まあ、あのね、まあ、僕たちのね、うん、まあ、過ちというか、うん、行動で、うん、皆さんのね、うん、期待とか、うん、こうなんか裏切ってしまうようなこともあったりして、うん、あったりしたり、あったりあっ皆さんのね、期待を裏切ってしまうような行動をしてしまったり、うん、まあ、思うようにね、あとね、僕たちのその活動がうまくいかない、うんうん、なんかね、空振りしてたような気がしましたね、うん、まあそうですね、まあ僕は、まあそうですね、去年は後役だったんで、もうちょうどね、役が晴れて2022年アバンティーズ11周年目に入るんですか。去年が10周年イヤーじゃん。いや、まあ10周年まだ10周年だけど、今年の6月とかで11周年とかでしょ、うん、そう、7月で11周年でしょ。11周年目だから、まあ、なんだろう、気持ちとしては本当にもう10年やったキャリアとか本当に俺らの中ではどうでもよくて、どうでもいいっていうのは大切なものではあるんですけど、まあ、なんだろう、新しい2人の形として新人 YouTuber1 年目として、そうだね、そういう気持ちでやれたらなと思ってますし、まあ皆さんの信頼を回復したり、まあ今まで見てくれていた人が面白いなって思って戻ってきてくれたり、まあ新しいお客さんが増えたりと、そういうことをできるように今年も新しいチャレンジをしつつ頑張っていこうかなと思っております。そうなので、学生は辞めます学生は辞めます辞めます、まあ、はい、企画によっては来ます。そう、うん、だし、この教室ももしかしたら違う形になるかもしれないし、うん、まあでも当分は多分このスタジオをやりつつ、うん、っていう感じかな。そうだね、うん、だからまあ皆さんも変わっていくアバンティーズをちょっとチェックしてください。じゃあここから2022年の抱負をね、抱負タイムね、抱負タイム、まあ、さっきは2021年の振り返り、うん、うん、もうね、やりたいこといっぱいあるんですよね、僕の中では。免許を取る、いやそれずっと言ってるじゃんいや、ね、俺の中ではさ、2021年は結構いろいろ切り離した年だったのね、うん、環境をこう変えた年だったから、新しい出会いだったり、新しいチャレンジ、新しい自分を見つける1年にしたいなと思っております。新しい自分になりたい。ああ今までさ、自分を形成したものの中で知らないものに触れたいって感じ、うん、ああなるほどね。そう、うん、だから、うんうん、住居とかも変えてみたいし。住居、うん、だから今まで住んでたようなエリアから離れてみたいとかあるかも。ああなるほどね、うん、なんかもうちょい森のあるところに行ってみたりとか、うんまあ、訓練許取ってみたりとか、うん、まあ、いろいろちょっと自分を変えたいですね。うん、うん、鶴瓶さんは。いやね、まあ2022年、うん、まあね、ほんとね20代後半になる年なんですよね。
まあ、26歳になりますからね。そうそうそう、うん、いやだからこの残り30まであと5年って考えると、うん、まあ、長いようで短いか、うん、だから長いようで短いから、うん、いや割かしあいろんなその自分のね、うん、能力とかも含めて、うん、向上していけたらいいなって思ってますね。間違いない。そう、この五角形にした時に、うん、パラメーターね、パラメーターをこうやって仕事パラメーターをシュッてシュッシュッシュッて、うん、ちょっと伸ばして トゲを、なるほどね、トゲをもうちょっとね、うん、このね、星の能力値をこうやって上げていけたらいいね。そうそうそう、うん、で、わりかし椎茸占いによると、うん、6月あたりがすごいいいらしいから。いいよ、椎茸占いは。ん？椎占いに頼んじゃないよ、お前は。自分己に、己でやりなさいよ。まあ、そうだね、まずアバンティーズとしては、うん、まあ、そうだな、どう、なんかね、うん、一つ何かね、二人で、うん、多分今後もね、うん、まあ、二人の活動が多分ね、続くと思うんだけど、うん、まあその二人でなんかね、ある種なんかこの必殺技コンテンツみたいなのが作れたら、そうだね、うん、うん、これはおもろいよっていう、うん、コンテンツが作れたりしたら、うん、結構ハッピーになるんじゃないかなと。そうだね、うん、ちょっと必殺技コンテンツを二人で作れるように、はい、二人の良さが出るね、必殺技コンテンツ作れたらいいなって、うん、まあ、あとは、うん、ライブとかイベント、うん、ファンミーティングとかを、うん、増やしていきたいっていうか、うん、やっていきたいなっていう感じですね。ちなみにめちゃくちゃやります今ね、めっちゃ見つめちゃうんで、ね、うん、実は言うと、うん、めちゃくちゃやりますファンの皆さん喜んでください。ファンミーティングめちゃめちゃやります、はい、なんす、まあ、それで言うとね、うん、まあ、ここ2年間、まあ、そのコロナの影響もあってライブとかやってたんだけど、そうだね、なんか、うん、なんかそのね、やってたんだけど、なんかちょっと距離感があるなっていうのもあったし、うん、 そのね、そのオンラインライブもやったけど、うん、まあ、その距離感があったじゃん。楽しかったけどね、うん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 、で、やっぱ、ね、話し合う中でなんかそのライブとかじゃなくて、うん、もう、まあ、それこそ原点に戻って、うんうん、まあ、それこそさ、ほんと3、4年前とかさ、うん、なんか地方行って、うん、日本回ってたじゃん、うん、ファンミーティングで、すっごいちっちゃい箱を、うん、もう回ってたからね。そうそうそう、俺らでね。そうそう、だからそれをもう一回ちょっと、まあ、原点に戻るじゃないですけど、うん、もう一回やっぱその、あのファンミーティングっていう形で、うん、まあ、ファンのみんなとね、うん、楽しめる、間違いない、空気、うん、空気じゃないか、場所、空間を、ね、作れたらいいなと思っています。はい、はい、なんでまあね、わり、うん、かしすぐになんか発表があります。あるあるある、わりかしすぐに発表があります、はいはいはい、今ねその日時とか、うん、その場所とかは言えないんですけど、うん、すぐに発表あるんで皆さん楽しみにしておいてください、はいはい、頑張ってください、はい頑張ってください。頑張って俺たちじゃないですか。俺頑張るの俺たち。空も頑張んなきゃいけない。っていう感じで、だから、わりかし2022年は、うん、楽しい年にね、したいな。リアルでね、うん、会う機会も、そう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 、めちゃくちゃ増やしていこうかなって。はい、うん、リアルですから、俺たちは。うん、今で一番最初、うん。なんなら代々木公園のオフ会から始めてますからね。でリアル忘れてたんだ。リアル忘れてたよね。うん、っていう感じですかね。はい。はい、まあでも、逐一、何か変化があった時は、こうやって動画を撮ろうと思っていますので、はい、皆さんどうぞ今年も、はい、2022年もよろしくお願いします。お願いします。せーの、よろしくお願いします。わーお。よし、もう脱ぎますから制服。はい。あ、でも大切にするよこの制服は。いや、そうだよ、結構したもんねこれね。結構したからね。で、普通にこれね、うん、めちゃくちゃいいからね、うん、私服でも着れない。わかる。うん、私服で着ようと思ってる俺今。俺も着ちゃうと思ってる、うん、全然撮影でも使えるなんて、うん、まだ撮影によってはこれ待ってきますんで。そう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 、うん、ちなみにこれね、リック用もあるからね。そうだね。そこにリック用入ってるからね。そうそうそうリックに留学先まで持ってってもらおうと思って作ってるからね。そうそうそう、いや、これわりかしだからね、うん、いいよね、うん、なんで、まあよろしくお願いします。お願いします。よし。